輸入雑貨店店長の日常。皆様こんにちは、伊藤商事の伊藤です。とりあえず鬼山幕虫よけ、今日はねここじゃなくてね、あの高架道路の下が影になってるんでね、風も通るしそこ行く予定だったんですけど、行ったらねやっぱりご存知の方はご存知でね、猫ちゃんワンちゃんが涼しいとこで横になってるのと一緒で、やっぱり知ってる人は知ってるんですね。私ぐらいしか知らないかと思ったら、行ったらどなたか先にいらっしゃって急遽ここに来ました。そして今日のお昼ご飯は途中で買ったこれですね、天獣さぬきうどんセット。スープ用のお湯を沸かします。美味しそうですね。塩気。で、この手袋を鍋敷きに。よいしょ、使います。よいしょ。この番組は輸入雑貨店店長の日記帳、伊藤商事の日記帳、伊藤商事のジムニー日記の提供でお送りしています。さてと、コーヒーをいただきます。よいしょ。
ご視聴ありがとうございます。この動画を見て気晴らしになったと思われたら、グッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。もう少し動画は続きますので、最後までご視聴よろしくお願いします。キュッキュッキュッと、そしてこれをしめて、よいしょ、よいしょと。着火します。これ2カップ用なんですけどね、ちょうどいい量ですね、2カップで。よし、これね、ネパールで、ネパールの田舎のね人に作ってもらったオリジナルです。手作りのウッドカップです。伊藤庄司オリジナルです。いい感じでしょう。これはね、お仏壇にお供えしてあった金つばです。私金つば好きなんです。栗か。おお、これ栗の木か。よし、帰還しますか。